はい、今日のメポンハウスの出来事2話は麦ちゃんです。麦ちゃん、まあこの子はご存知のように1年前やったかな、保護して、肺がおかしいということで病院連れて行ったら、やはりちょっと肺がおかしかったんですよね。確か何個かもう、ちっちゃくなってたんかな。ね、吐いていっぺん、死んだら、復活はしないと言われてる中で、最終的にこの子の肺は、ね、膨らんできたいう形で、ね、終わってるんやけど、その後、ね、病院に、連れて行ってないんやけど、ね、なんか悪化したら連れてきてくださいいうことで、その後それから1年以上経つんかな、もうずっとこのしてシャーいうゴロゴロということを、ね、皆さんに見てもらったんやけど、まああれから何の変化もなくね過ごしてます。麦ちゃん大丈夫？麦ちゃんたまにゴロゴロがね、ひどい時あるけど、シャー言うた時に。な、だけど、ね、元気よく今ではお外にもね、出たりして、私、チュールも、ね、大好きで。食べ。な。サビちゃんと兄弟かな。それとレオちゃんとも兄弟って言われてるんですよね。ほんまかわからんけどね。おったところは一緒なんで。ということは、この子はね、エルサママの子供なんかもあるし。あ。ねえ、麦ちゃん。シャーシャー言うけど、そんなにね、髪噛んだり、モーちゃんみたいに噛んだり言うことはないんですよね。なあ、麦ちゃん。ねえ、忍者みたいな子やけどね、顔が。ほんまに黒いところに隠れられたらね、わからないんですよ。まあ、毎日ね、これからも、この子のね、肺のチェックいうか、シャーシャーで、ちょっとね、判断してるんやけど。な。まあ、治るいうことはないかもしらんけど、完璧に。はい、ダメ。な、よしよし。はい、最後、もうちょい食べ。ね、麦ちゃんです。ね、皆さん、麦ちゃんも応援したってください。ね。頑張れよ、むいちゃん、これからもな。わかった？そんな怒らんでもいいからね。ね。はい、以上です。むいちゃんでした。